エイリアンレイジはポーランドのゲーム開発会社 CI Games によって開発され CI Games より発売されているファーストパーソンシューティングゲームである。日本版は UBI ソフトより発売。当初は PS3 用ファーストパーソンシューティングゲームとして2月6日にプレイステーションネットワークにて開始しており、マルチプレイも対応可能となっている。本作は一人の人間が エイリアンの大群に立ち向かう様子を描いたゲームであり、激しい銃撃戦とテンポよく進むゲームプレイが特徴となっている。また、体の欠損といった暴力的なシーンも存在しており、日本語版はセロのレーティングに合わせるため、身体欠損と断面の表現が修正されている。その他、本作には14のレベルと21種の敵及び1の武器がある。ある日、 未確認生物、エイリアンが施設を共有していた人間を狙って殺害する事件が発生する。主人公であるエリート兵士のジャックはエイリアンを抹殺するためその施設へ送られる。その施設には大勢のエイリアンがおり、ジャックはたった一人で彼らを仕留めていく。ありがとうございます。